はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策の証明シリーズ第2弾をやっていきます。で、今回はね、この問題やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、この後ね、ちょっと厳しいと思う方は自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、解説の方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっといつも通りね、画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ、もうちょっと、この辺いいかな。よし、やっていきましょう。で、今回これね、証明シリーズ第2弾なんですが、ちょっと難しいです、今回に関しては。自分の感覚ですけどね、1番の証明も2番の、角度を求める問題もちょっと難易度が高めとなっております。よし。で、まず情報がいっぱいあって、ここ結構珍しいんですけど、二等辺三角形がめっちゃあるんですよね。で、ちょっと書き込んでいきます。で、AB イコール AC なので、こう、ちょんちょんでもいいんですけど、実は今回、同じ長さがめっちゃあるんですよ。で、そういう時は、もちろんこれ真似しなくてもいいんですけど、自分はね、ちょんちょんだとちょっとイメージつきにくい時は、シャーペンとかでちょっとこう塗ったりします。今回赤で塗りますけど。例えば、AB と AC が同じなんだよね。で、次は AC イコール AD。と言ってるんで、ここも同じなんだよね。で、あとはこう、頂点 D から辺 CB に、こいつに平行な線を引いて交点 E だから、こことここが平行なんだよね。CB と DE が。で、しかも AB と、こいつね、と DE も同じだから、ここも同じなの。4本同じのがあるっていう。こういう状態になります。で、この時にまず1番、三角形 ABC、こいつだね。ABC と DAE か、DA か。こっちが同じことを求めようと。で、実はですね、この証明、2つパターンがあって、合同条件は2パターンですね。1組の辺とその両端の角、もしくは2組の辺とその間の角、両方どっちでもいけるんですよ。で、自分は1組の辺とその両端で書きます。書くんですが、それを書くことによって、まあ、口で説明もするんですけど、二組の辺とで言ってももちろん OK です。だそれも丸にしてください。自分はちょっと一組の辺で書きますけどね。で、まず、これ、まあ、三角形栄えちゃうか。証明ね。三角形 ABC と三角形 DA でと。ここは絶対合同マーク書かないようにしてください。で、縦に書いてあるので、まず AB と DE は同じなんですよね。だから、こことここ、まあ、この赤く塗ってるから分かりやすいですけど、ここ絶対同じやと。で、しかも、同じをつなげたことによって、AC と DA も同じなんですよね。まあ、見て分かるように。だから、縦から2組の辺を持ってってしまうと、もう書くことができるからね。で、あと、その間の角。ここさえ持ってこれれば、2組の辺でいけるよね。っていうのはもちろんありなんです。ありなんですけど、自分は今回、このバツのところと、あとここですね。この丸のところ。これで、一組の辺と両端。一組の辺と両端で攻めていきます。これどっちでも構わないです。で、まず、辺書いちゃいたいんで、縦より、まあ、AB と D が一緒だからね。AB イコール DE。まあこれ一つ目のアイテムとして書いておきましょう。で、この後、もう縦でこんだけ同じって書いてくれてるから、縦より、もう一個の AC イコール DA とかも書いちゃっていいと思うんですけど、で、一応自分が、使う場合、まあここ多分ね、×を同じって言うためには必要なんですけど、この三角形こっち、DA ね。これも二等辺三角形ですよねってことを言う必要があるんです。この後あることをするために。で、言う人があるので、また、一応丁寧に書くとね、もう見た目でわかるんですけど、AB イコール AC が、もともと書いてくれてるでしょ ?AB イコール AC が同じだと。で、AC イコール AD。もうこれも書いてくれてると。で、あとが、AD と、あと、上に書いた丸位置ね。
これ全部つなげることによって DE と DA が同じになる。これよりおかしいか。 DA となると DA なので、でこういう細かいところの書き方は気にしないでください。一字一個同じじゃなきゃダメなんてことは全くないので、流れが同じだったら大丈夫です。なので三角形DA、 これねは二等辺三角形であると、こうなるよね。でまた先にちょっと丸のとこ同じって書いてしまいます。ここの丸に関してはですね、ここ平行です、 CB と DE がね。ってことはこの丸の位置両方同位角になるので、もちろん一緒になると。だからより角、ABC イコール、イコール ABC だから DA か、角、まあこれが自分の場合はね丸のとこなんで2つ目のアイテムになります。だって ABC 合ってるね、 DA と。でこのあとバツのとこなんですよね。ここを持ってきたいんですが、ここで三角形、ABC、 これはもともと AB と AC が同じって言ってるから二等辺三角形は明らかに分かると。なので三角形 ABC は二等辺三角形なので、ここちょっと特殊な書き方します。ここね、バツのところ BAC です。角 BAC イコール180度マイナス2、2倍の角 ABC と表すことができます。で、ここちょっと説明しますね。今言ってるのはこのバスのところはこの BAC とか ABC だ、丸のところを2つ180から引いたものと同じになるよっていう。で、どういうことかっていうと、三角形 ABC、もちろん三角形なんで180度ですね、内角を足すと。で、180からこことここを引けば当然バツが残ります。で、二等辺三角形って言ったことによって、こことここは同じですよね。底角なんで。二等辺三角形の。だから、本当は180度から ABC と ACB を引いたものですよねって言わなきゃいけないんですけど、同じってことが言えるので2倍の角 ABC と書くことができるよねっていう、これまず書いておきます。で、これはあることを導くために使うアイテムなんですが、番号をつけておきましょう。で、もう一丁、待ってね、これ下入っ、あ、まだいけるね。またちょっと二度手間になるんですけど、もう一個角 DA も二等辺三角形でさっき言ったんでね、まあ、これが言いたかったんで二等辺三角形ですよっていうのを持ってきたんですけど、これよりって言われた、まあ、よりでもね、なのででもどっちもいいんですけど、なのであっちのバツですね、 BAC に合わせたいんで EDA か、角 EDA、 ここね、こっちのバツはあってね、 BAC だから ED あってやってる、もう180度引く2倍の角 DEA と書くことができます。これも説明します。 EDA、 ここのバズですね。ここはさっき二等辺三角形って言ったことによって、この部分は三角形180度なんで、180からこことここを引いたもの、まあ、さっきと同じ発想ね、になると。で、こことここは定角でまた同じになるので、2倍のこの丸、DEA を引いたのと同じですよねっていうことができます。さっきと同じ発想ですね。で、これ番号をつけます。で、なんでこんなことしてきたかっていうと、今こう書きましたよね。で、その前に同位角より ABC、ここね、こいつ、と DEA は同じって先に言ってあるんです。だから、180度から、2倍の同じもの、ここ同じだからね、
同じものを弾いてるんだから当然これも同じだよねっていう、結局そのバズのとこ同じって言うためにこうやって長々書いてきたんですけど、だから2番3番4番これを使うことでより、ここ言いたかったね、バツ印ここね、こことここですね、括弧 BAC イコール EDA、 あとね BAC と EDA、 言いたかった3つ目のアイテム、これでゲットとなりましたと。なのであともう揃ったからね、1番と2番と5番か、自分の場合はより、ちょっと待ってね、一組の辺と その両端の角がそれぞれ等しいので、最初に言いたかった三角形ABC 合同三角形 DA でしたと。これで終了となります。だから自分はこの流れで一組の辺とその両端で攻めるんですが、この×印のところを言うためにこの同位角が必要になるんですよ、まあ、自分の場合はね。だから結局これで持っていっちゃってるんですが、この×印を同じように導いて最初にこの一辺、あ、これ一組ね、一組の辺ともう一組もすぐ言えるから二組の辺とその間の角でも OK です、もちろん自分はこっちにしましたけどね。といった感じでやってみてください。ほんでもって2番ですよ。こっちもなかなかね骨が折れる問題なんですけど、いきましょう。で、2番は特殊でもう一個条件がつきます。 BC ここと BF ここが同じだと、まあ二等辺三角形だね。その時に BAD 求めたいんで、ここですね、ここを求めたい。で、この問題のちょっときついところって何かっていうと、角度求めろって言ってんのに角度が一個も出てないことなんだよね。例えばこれが正三角形って出てくれれば、まあ一個が60度ってわかるんで、それをきっかけに切り崩せるかもしんないけど、これ一個もないんですよ。ってなった時にどうするか、これは文字を使って置いていくっていう方法をよく取ります。で、置く場所は何通りかあるんですけど、まあ一番シンプルなのは、やっぱり求めたいところをね、文字で置きたいっていう発想になるので、例えばどうしようかな。じゃあここ、A でしょうか。ちょ、色気ごめんね。A。で、置きます。求めたいんで。で、もう一個文字使って置くんですけど、今回二等辺祭りなので、同じところ A って先に書いてしまいます。例えば、ここ同じですよね。ここ二等辺なんで A。で、合同前に行ってるので、もちろんここも、ここも A になります。で、もともと今、ここの二等辺三角形で条件もくれてるので、ここも A になります。定角だからね。で、もう一個どうするってなった時に、やっぱり今ここ A、A って出てきてるので、同じ三角形内のもう一個の角度を文字を使ったり置いてしまう、あ、文字を使って置いてみたりします。これは結果的に解けたんでこの説明をしてますけど、いろいろ試行錯誤します、自分も。ここ置いてみるかな、いけるかな、あ、いけねえ、じゃあ違うとこ置いてみるか、みたいな感じにはなってしまうんですけど、ひとまずまあ三角形内で置いてみようかなってことで、ここを B って置くと。で、そうするとですね、まあ、例えばここも B になるんですよね。合同なんで、そこ同じ角度だから。で、あともう一個あって、ここ。ここがね、B って置けるんです。なぜかっていうと、今例えばこっちの二等辺三角形、AAB っていう角度の3つのコンビが決まってますよね。だから、ここも AA って決まってるから、当然残りは B になります。っていうこともわかる。で、そうすると、例えばここです。ちょっと点線にしようか。ここは A-B って置くことができますね。A から B を引いてるから。で、そうするとですね、今度大きな、ここも二等辺なんですよ。もともと赤で塗ってるところ。大きな方ね、こっち。なので、ここ定角だから点線行こうか。ここも A-B って置くことができます。っていう感じで、置いた文字を使って角度を置きまくります。とにかく。A と B を使っていけるところ。
で、その時に180のマイナスホニャララとかはあまり使わない方がいいんです。基本的には。A と B だけで頑張って攻めてみる。で、何が起こるかっていうと、今、文字を2個使いましたよね。A と B って。文字を2個使った場合は、式が2個あれば、連立で解くことができます。文字を3個置いてしまったら、3個式が必要になるんです。数学って。なので、今、例えばここ。これ別のとこでもいいんですけど、三角形の中に B、A、A っていう角度が揃ってるから A2 個、2A プラス B1 個足したら当然180度になりますよね。三角形の内角は180なんで。みたいな感じで式を立てるんです。じゃあ他の三角形いけねえかなって考えて、よっしゃここ行ってみようみたいな。あ、でも A、A、B 同じかって。それダメだよ当然ね。同じ式じゃ意味がない。じゃあ他に揃ってるとこないかなって考えると、ここがいけるんですよね。ここ A です、上が。ここ A-B、A-B となっているので、3つ足すと A が3つ。3A-B が2個なんで、-2B イコール180という式が成り立ちます。これが出たらもうもろたっていうね。あとは解くだけです。で、めんどくさいんですけど、結局最初 A って置いたじゃないですか。求めたいのは。だから A だけ求めればいいの。B は無視でいい。だから A が残るように、つまり B が消えるように上を2倍して式を解いていくと、これ下入るかな？どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。やるか。ちょっとね、入りきんないかもだけど、上2倍して、360。下入るかな？あ、入るのね。で、両辺足すと、7A イコール540。で、A で割ると7割り切れないんで、これ求めたかった角度。7分の540度っていうえげつない数字になるんですけど、これで終了となります。まあこんな感じで、まあね、特に角度が1個も出てこなかった時っていうのは、文字を使って攻めるっていうやり方が1個あるんですね。そんなに多く使うものではないんですけど、まあ、解き方の1個の発想として、持っておいてもらえればと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。では、今回は受験対策シリーズの、受験対策の証明シリーズの第2弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、またね、証明シリーズも撮っていきますし、別シリーズもいろいろ撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。